はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーでございます。俺の大好きな、日華ウイスキー株式会社の、モルトクラブね、とうとう来たかと。これ前からね、飲んでみたかったんですよ。これね、アルコール度数40%、容量が 700ml ですね。ちょっと変わった瓶ですが。うん。確か値段が1100円ぐらいだったかな。日華独自のオールモルト製法で作られたモルト 100% のウイスキーです。甘く柔らかな香りと飲みやすくスッキリとした味、後味が特徴ですと。これはですね、モルト 100% ウイスキーという、まあ今まで飲んだウイスキーとはちょっと違うんじゃね？ちょっとあんま詳しくないんで、わかんないですけど。うん。ね。何が違うかっていうのは、これもよくわかんないんですけど、モルト 100% だから、モルトってことは小麦？モルトクラブ。モルト 100%。ウイスキーでググってみましょうか。基本的にウイスキーってやっぱりね、ブレンドされてるパターンが多いんですが、モルト100、まあいいや、とりあえず飲んでみましょうかね。多分味がだいぶ違うんではないか思うんですが、ね。100% モルトっていうと、ビールを思い浮かべますけどね。ね、そういうビールがありますけどね。そんじゃ、ストレート。いただきましょうか。ね、日課の。ね。乾杯。うん。あれ、別にそこまで変わることでもない。そんなに変わってないですかね。モルト 100% ウイスキー。ね。味わい的にやっぱ日華ウイスキーの、ね、独特な、ちょっと香りが甘いような。うん。感じはするんですけど、結構スッキリして、そこまで甘くないです。うん。そうですね。例えるならば、基本的に原材料がモルトとグレーンなんですよね。普通だったら。ウイスキーって。だけどこれは原材料がモルトのみ。っていうことなんで、ね。まあ、なかなか珍しいんではないかと。竹鶴があれなの？竹鶴。竹鶴ですね。うん。竹鶴に味がよく似てる。ね。これもモルトのみ。まあ、竹鶴12年ですけど。ね。これも、モルトのみ。うん。ただ、竹鶴量がかなりまろやかで、飲みやすくて、ピリピリっとした、あれがないですね。口当たりが非常にまろやか。うん。うん。うん。
結構癖が全然ないタイプだけど、香りもそんなにないですね。逆に言うと。うん。うん。まあ、竹鶴といえばもう、12年が終盤になりまして、もう現在売られてるのがですね、竹鶴ピュアモルトっていう、12年が消えたんですよね。17年と21年は普通に売ってるんですけど、うん。竹鶴ピュアモルトっていう名前が12年がなくなってたわけなんですけど、ですね。ただ度数が上がったんですね。43% に。3% に上がりました。ほうと。ちょっと逆に飲んでみたい気もするんですけどね。どう変わったのか。っていうのがいまいちわかんないんですが。劣化したのか、何なのかという。まあ、これはもう、あれで見るしかないでしょ。ブログか何かでね。ブログか何かで。もしくは、テイスティングして、俺が買って、これと飲み比べるっていう。竹鶴ピュアモルト発売記念テイスティング会だって。そんなのあったんですね。度数がアップ。結局どうなのかは知りません。誰か感想あれば。あ、これあるね。飲み比べの人がいますね。ブログで。値段が1980円。高いですね。普通ぐらい。まあ、12年と同じぐらいでしょうか。ああ。ピュアモルトは軽い味わいになっていると。まずはストレートで飲んでみる。まずアルコールの強さが感じられる。なんでと思ったが43度もあるのね、と。度数が変わってるのに違うんですよね。香りはフルーティーで華やかさが強調されているとはいえ、リッチブレンドのようにブワッという感じではなく、あくまで落ち着いた華やかさ。一番の違いは味わい。竹鶴12年は滑らかなコクが感じられ、重厚さも感じられたが、竹鶴ピュアモルトは軽い味わいになっていると。ハイボールが合うんじゃないかと思い、ハイボールにして飲んでみたが、飲み口は軽く甘酸っぱい風味が口の中に広がり、これはうまいと。開発側は、クリアブレンドはリッチブレンドで、ウイスキーの美味しさに目覚めた消費者への次のステップアップとして竹鶴ピュアモルトを用意したのは間違いない。なるほど。確かにそれはそうですね。俺もだってウイスキーの美味しさが分かったのは、ブラックニッカのクリアブレンドです。てか、クリアです。ブラックニッカクリアですね。その狙いは十分達成していると言えるでしょう。私も常備する。とはいえ、竹鶴12年とは明らかに方向性が違う。竹鶴12年ファンの方は受け入れられないかもと。これは好みの違いだから仕方がない。竹鶴ピュアモルトはクリアブレンドやリッチブレンドからウイスキーの世界に入った人におすすめできるウイスキーと言えます。まあ、確かに。はっきり言うとね、ウイスキーは俺最初ね、一番最初に人生初めて飲んだのが、
角瓶だったんですよ。なんという、ね。あの、ごくそまずい角瓶だった。ね。だったわけなんですが。ん？まあ、正直、それから、ウイスキーが最初嫌いになってですね、たわけなんですが、まあ、クリアブレンド、ていうかクリアですね。ブラコニカクリアを飲んで、全然違うと。で、そっからハマったわけですね。うん。タケツルピアモルトシェリーウッドフィニッシュ。を、全国で新発売しますだって。数量限定だって。なんだこれ。タケツルピアモルトシェリーウッドフィニッシュだって。知らねえ、こんな。9月25日、数量限定発売だって。俺見たことないんだけど、これ。これ飲んでみたいな。なんかちょっと、赤い？若干赤いラベルですね。赤と茶色を混ぜたような、ラベルの竹鶴って書いてあって。最終的にこのシェリーウッドフィニッシュっていうのはその名の通り、シェリーの樽で、最終的にそのシェリーの樽でさらに熟成したやつを、ってことなんでしょうね。うん、そう書いてあります。シェリーウッドフィニッシュ。アサヒショップでの販売価格3,927円って。俺買わねえよ。絶対買わねえよ、こんなの。4,000円もすんじゃねえか。買わねえよ、アホ。死ね。いくらなんだよ。4,000円か？買わんぞ。買わんぞ、言うけど。オープン価格って書いてあるけど、買わんぞ。少なくともただの、竹鶴のピュアモルトだったら、まあ買ってやってもいいけど、絶対買わんぞ。楽天市場だと、こちらが3,740円。もうめっちゃ高い、買わない。決定。絶対買わない。こんなん買うんだったら、ザキヤマを買うか。普通にザキヤマを買う。普通に、ザキヤマちゃんを買うか。うん。じゃあ、ちょっと、竹鶴と12年とちょっと飲み比べてみましょう。多分同じような味はすると思うんですけど、若干竹鶴の方がかなり、若干というか、竹鶴は結構、口当たりが、ピリピリっとした味わいがだいぶ来ると思うんですが。うん。香りはやっぱ竹鶴の方が強いですね。うん。明らかに、竹鶴の方がはるかに、香りは強いです。うん。うん。口の中に入れた後に、ブワッとこう、アルコールの、が揮発して、こう、鼻にこう抜ける感じの、がピリピリっとするんですけど、それが明らかに竹鶴の方が強い。ただやっぱりはるかに香りが非常に竹鶴の方が強い。もう結局何もかにも強いと。モルトクラブは逆にその、ね、それと逆です。うん。個人的に言えば、まあ。ちょっとこれ物足りないですね、こっちはね。モルトクラブはね、物足りない。竹鶴やっぱりこっちの方がうまいなと。まあ、ちょっと、アルコールの感じは、するけど、でもしっかり、スモーキーな、煙たい味が若干するんで、
ちは全くないですね。あの、ブラック肉8年と同様の、このスモーキーフレーバーが若干するんで、こっちは美味しいです。やっぱり。うん。うん。やっぱ若干この、スモーキーさがまた、個人的に好きなんですけど。うん。スモーキーなね。でもやっぱ、一番スモーキーさがあるのが、ブラック肉8年ですね。っていうか、ぶっちゃけ一番俺ウイスキーの中で好きなのブラック肉8年なんです。ね。でも12年でも2000円ぐらいで買えますからね。2000円以下でこれ買えますから。まあもう終わったけど。もう終売しちゃったけど。うん。うん。まあ。うん。難しいですけどね、ここら辺。ここら辺はね。まあ、ウイスキーなんて、結局ね、ね、その、まあ、これ口当たりが、モルトクラブやっぱり口当たりがだいぶまろやかっていうのが売りか何か、なんかもしれない。わかんないけどね。うん。まあ、そうですね。まあ、こんなもんですかね。まあ、モルトクラブは正直、1100円でしょ？まあ、1100円か。1100円だからな、1100円。でも1100円だったら、あーってなるよね。ちょっとおすすめしないですね。はい。はい、今回は、コクが二つ星。まあ、あんまりないです。うん。逆にスッキリしてる。あの、後味がないので、逆にスッキリした感じで、まろやかです。甘みも、まあ、ちょっと日課ウイスキーにしたらちょっと甘みがないかなと。香りも、あまり抑えられてますね。普通ぐらいでしょうか。まあ、トッピーズしたところは特にないです。ので、おすすめ度数は、まあ、三つ星と。いう感じですね。まあ、1100円だったらちょっとこれはないかなと。うん。ね。1100円でしょ？これだったらホワイトホースとか、ね、あそこら辺のやつで、なんだ、スモーキーフレーバーをちょっと、ね、味わっていただきたいぐらいなんですけど。ホワイトホースは全く別物ですけどね。別な会社ですけど。まあ、こんなとこでしょうかね。それではご視聴ありがとうございました。